遠京寺は、岐阜県元須郡北方町にある高野山新言州、別格本山の寺院である。三号は、池鏡山。本尊は、木造青函の恩母殺立像、木造不動明王立像。東海三十六不動村、第三十二番、美濃七福神。文化財を多く所有し、美濃の焦燥院と呼ばれる。また、庭園が美しい。自伝によれば、 811年、佐賀天皇の勅命により、空海が創建したという。不動明王を本尊とし、上昇寺と名付けられる。後に、札楽商人により、聖寛論菩薩が安置されたことにより札楽院と解消されたという。988年、良介により現在の伽藍のもとが築かれ、一条天皇より、池鏡山縁教寺の名を授かる。 なお境内に池を作った際に名教が出土。これを建造したことによる。1731年4月12日の火災で観音堂が消失。1741年3月観音堂が再建された。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などの歴代権力者からの保護を受けており、衆院状も受けている。1914年道門が集築された。造 時代は、区の県編、仏像巡礼辞典新定番による、岐阜バス、北方遠京寺前バス停が最寄りである、徒歩2分、樽見鉄道北が玉川駅より、徒歩20分、ありがとうございます。